もうそっち系、二丁目系の人は、やっぱ付け方が全然違うね、鍵の。鍵ね。知ってる？鍵って何？だから、ロッカーの鍵を、温泉のね、俺よく行く温泉みたいなのがあって、そこに、通ってると結構多いんですよ、なんか。ゲイの人が。わかんないですけど、それっぽい。ぽい人が結構入ってるんですよ。みんな筋肉するんですけど。で、その人たちは鍵を、ロッカーの鍵を、手に巻くんじゃないの？手につけない。手首でしょ、みんな手首でしょ、うん、だってなくしちゃうもん。足ですよ、足。足。なんで？知らないよ。足首に、なんで？で、俺も、なんであの人、最初は何とも思ってないんですよ。何年も買ってますから。そういう人がいるんだな。足首につけるパターンもあんのかなとか思ってたんですけど、したら、もう何日も通って、何年も通ってると、ペアになってる人、体をすごい筋肉質な、髪がものすごい短い、短髪のね、人とかが、基本的に足につけてんなってことが分かってきて、なんだあれって。で、ツーペアの人は大体足つけてるんですよ。で、絶対そうだ。でも足はそういうことか、合図なんだって思ったんですけど、違うの？最近、腕は腕でも、もう二の腕につけてるパターンもいるんですよ。ああ、奥、上まで。上まで。タイのボクサーみたいなね。もうだから、キャプテンマークみたいな感じで、つけてる人がいて、なんであんなとこに、血も止まっちゃうし。そうだよ。しかも結構筋肉隆々なんでしょ。つけてんだろうなと思ったら。パンパンだよね。よくよく見ると、足につけてる男と、二の腕につけてる男が、ペアなんですよ。ジャンルだ、ジャンルだ。はい、はい、はい、はい。二人ともが、足じゃないんだ。それっぽいなっていう二人ともが足につけてるパターンっていないんですよ。なるほど。足につけてたら一人は二の腕につけてる。そこのサインだね、もうね。で、二人は、同じ浴槽でもちょっと遠巻きに入りながら、入った瞬間にぐーっと寄るっていう。最初から知り合いじゃないのね。法則もあったりして、面白いんですよ。出会っちゃう。中には、もう二の腕をつけてる人が、この前見たときに、これはと思ったんですけど、完全に肩まで入ってるんですよ、みんな。なのに二の腕をつけてる人だけ、やったらつけてる方の腕を回すんですよ。おぉ アピールがあるな。ここつけてますよ。これいますよ。つけて、わーって回してて、一人足をつけてる人が、ね、その浴槽の中に入ってたんですけど、その人が、アキレス腱を伸ばすような形で、おーってつけてる方を上に上げてるんですよ、ガッて。そうだ。すごいね、求愛行動。お互いの。ちらちらこう、アキレス腱を伸ばすわけだから、ちょっと後ろになっちゃうんですけど、背中になっちゃうんですよ、皆さん向けてね。ちらちら見てるんですよ、背中越しに。これ合図し合ってんのかな、みたいな。そうだ、求愛だ、本当に。お互いが。で、そうやって考えて見ていくと、ほぼほぼ、みんなやっぱり腕なんですよ。腕の本当に。腕が多いよね。手首なんですよ。ね、手首ね。だけど、やっぱり、足つけてる人とか、二の腕つけてる人は、そういう感じなんですよ。やっぱ。これは絶対違うなってやつは、そんなつけ方誰もしてない。ないね、足首はあるっぽいよ、やっぱ。俺の近くの戦闘も、多いから。それっぽい人が。ああ、そう、これだから法則だと思うんだよ、俺は。足首洗ってる人は、そういう人多いよっていう、足首念入りに。はあ。なんか足首は、なんか聞いたこと。前田健どっちがなんの？前田健はわかんない。だからどっちがどっちかわかんない。わかんないんだよね。でも足首の方が、ちょ、女なんじゃない？受け？だって二の腕をこう強調する感じって、男っぽいか。攻めっぽいよね。そこはね、男らしい。そういう人は男らしいもんね。大抵。ちょっと前だけで聞いてよって言いたくて。真相、真相をね。これでも法則だと思う。法則だ。もうルールなんだろうね。確かに。だからそれ考え出したんだろうね。だからつけてみたらいいと思ったんだけど。いや、怖えよ。二の腕まで。怖えよ。でももう違ったらすぐわかるもんね。まあね。まああっちの人もわかんだろうね。すぐわかると思う。すぐわかる。違うこいつ。ふざけてつけてるだけだ。遊びだなって思います。なんかペアになってるのはいいんだけど、なってないパターンの一人で終わっていくパターンとかも。切ない。切ないね。
どうなんだろうね。それ本当に。そこに体を洗いに行くけど、あれに探しに行ってるってわけだもんね。いや、わかんないよ。わ、まあ、かんないよ。普通にそういう付け方かもしれないよ。こう、その。今だちもやっぱりそういう人多いところに住んでるから、うん、見たことあるんだもんね。足首に巻いてるのはね。巻いてるとかつけてるのは。足首系が多いんで、とにかくね。うん、足首と二の腕。二の腕も確かにそれ聞いた後にちょっと見たらいるね、やっぱ。誰が始めたんだろう。すごいな。なんかそういう人は、一人で水風呂とサウナに入りがち。一人の子。そうなんだ。一人の子それを繰り返してる。一人の子は。出会うまで。二人の子は、うんうん、ずっと、お風呂。露天にずっと入ってる、はあ。で、どっか行っちゃうのかね。うん。出て、一緒に出てくるのかな。そうでしょ。ペアになったパターンってのはあんの、うん、最後まで見た。二人で来てるんだと思うんで、最初から。あ最初から、ね、あ、そうか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 。それはまあ。で、流しの子もいて。そこで出会えるっていうね。うん、それは面白いよね、うん。そっちの方がまあ、なんかドキドキ感があるだろう、ね。知ってる人ね、ぜひ送っていただくと。送ってほしい。俺、そんな気すんだけど。うんうん、ラジオネーム、うつぼかずら。ほう。先日、ポッドキャストで話していた、うん、足首と二の腕に鍵の話です。ああ、合図じゃないかというね。お風呂で。お風呂の鍵を。はい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 。ゲー足首につけて。はいはいはい。詳細が判明したので、送ります。判明しちゃったの？すごいね。うん、すげえ、あるんだ、やっぱり。まず、足首に、鍵。うん。は、そっち系の人のサインです。間違いないんだ。間違いない。間違いない。そっちのね。お風呂に入る時のロッカーの鍵をどこにつけるかっていうので、はい、合図を出してるんじゃないかと俺が、ある温泉に行った時に思った話をしたんですけど、うん、それが分かったと。男性好き。足首はもうそっち系の人のサイン。うんうん、最近は、のんけの人も足首にする人が増えたので、あ、じゃあなんかかっこいいみたいに見えちゃったのかな。見えちゃったんだね。で増えたので、うん、二の腕にするというのもあるそうです。それじゃ間違いない。逃げたんだそっちに。地域性もあるようです。うんうん、それがさらに発展し、次のようなサインになっているそうです。なんでしょう。右腕。右腕。うん。うん、の二の腕ですよね、はい。右腕の二の腕。うん、攻め。おお。左腕の二の腕。お腕うん。受け。おお。それはそうだ。そうなるわな。右の足首。足首。リバ。は？は？リバーシブルの意味だと思います。リバ。両方いける。両方いけるリバだけど、どちらかといえば攻め。左足首。リバ。どちらかといえば受け。はぁ。どっちもいけんだ。らしいです。すげえな。心も体も男で男が好き。体は男で、心は女で、うん、男が好き。というサインの分け方もあるそうです。はぁ、難しい。難しいなぁ、そのサイン。難しい、そうなんだよね。他にも、サインがないかなぁと調べたところ、いろいろあったので、合わせて報告します。うん、他のサイン。海外では、他にも、トートバッグはゲイのサインとか、ぴったりとした短パンとか、あぁ、なんかわかる。OK サイン。親指と人差し指で輪っかを作る。を、顔の前で作るとか。そんなベタに。右手に、時計とかいろいろあるようです。右手に時計あ、左手。でも右の手にいるよね。あと、ズボンの腰履きももともとはそっち系のサインだったそうです。へー、知らなかった。もう通用しないね、じゃあそれね。ですが、日本では SNS などが発達しているので、このようなサインは、日本では廃れているそうで、事前に待ち合わせをしてというのが多いそうです。連絡取ってね。発展場と言われるところでは、サウナや専門の場所、ピンクのハンカチをポケットから出しているとナンパ待ちのサインとか、じっと見つめながら近づいてくるとか、間違いない。間違いない。サインじゃないの。また、クラブなどで飲み物をロッカーの上に置いてからトイレに行くと、トイレの個室で待ってるわ、ということになるそうです。まあ、泣かないよね、偶然で。他にも、新宿2丁目のブランコに乗るというのもあるんです。ブランコに乗る。私の知人のちょっとご年配の方のお話なので、今もそうなのかはわかりませんが、そうか、SNS が発展する前、そうだね、話を聞けたので、報告をさせていただきました。ね、これが本当かどうか、ぜひ、試していただけたら楽しいなと思います。試せないけど。じゃあもう本当に、そうだね。うん。もうそ、プロの方に聞いたと。へえ。右は攻めなんだね。右の二の腕。利き腕だから。そういうことなのかね。右と足、右
と足首じゃなくて、右腕と左腕で逆なんだ。うん、左右で。左右で攻める。だからもう完璧な攻め、完璧な受けで。うんうん、足だとリバーでどっちもいいんですよ。リバーって。リバー足も、ね。リバー。裏返しちゃう。うん。両面、両面いけるよって。そうなんだね。まあわかんないけどね。わ、うん、かんないけど。まあなんとなくでもそんな気はするね。納得はする理論ですね。うん、で、俺この前、ネタ作りがてら、はいはい、俺と、うん、川尻と、小川くんっていう作家の小川くん3人で風呂に行ったんですよ。何にも考えてなかったんですよ。で、まあこういう話をしたっていうのも忘れてて。まあまあまあ。もう考えないといけないし、うん、つってネタをこう考えてみようって風呂行ったら、うん、小川くんが、うん、左の二の腕にしてたんですよ。なかなかないよ、ここは。びっくりして。小川くんさ、小川くんさ、あれなんで左の二の腕してんの？確かにね。え？普通ですみたいな。変っすかね？うん。やったら触ってて。うん、なかなかない。やべ、こいつ合図出してる。攻めで、攻め、受けで左だから。そら、小川くんってやっぱり、その、単発だしね。髪の長い人って、うんあんま好きじゃない、じゃないですか、芸能人。そう、確かにね。どう短髪だし、うん、髭も濃いし。髭、うん、濃いね。うん。で、二度腕つけてるから。二度腕、左だ。結構いろんな人にジロジロ見られてた。やっぱその右の、右の人に。バカだなぁ。で、いや、あ、なかなかつけない。なんでそんなつけてんの、うん、ないよ。そしたら、いや、ちょっとゴムが、緩いんですよ、って言うんですよ。なんか、ね、あ、手首につけると、ちょっと、抜けちゃうと緩いと。うんで、だから二の腕つけたんですけど、そうなんですかってなって。そう、多分、うん、そっち系の人のロッカーだよ、それ。絶対そうだ。伸びちゃったね、二の腕ばっかり。そんなにゴムが伸びるなんてあんまないでしょ。ムッチムチだからね、筋肉がすごいから。だから、太いもんね、多分、そっちのロッカー。そっちのロッカー上げちゃってそっちのロッカーを。すごい。いざなっちゃってるね。だから、多分、攻撃的な人は、ちょっと緩くしてるんだと思うんだよ、あれを。あで、合図を送りやすくしてるっていうか。間違えて、うん、すごいな。動画君必死にピッと上げて。そりゃそう、そりゃそう。そしたらもうデロンデロンになってたから。そうだよね。ゴムがね。うん、いやー、やっぱそう、ね。そう、一概には言えないだろうけどね。そういう本当に小川君みたいに、ちょっと緩いから上に上げてるってこともあるんだろうけど。なんで緩いんだったら、そうやってやった奴がいっぱいいるから。上げてる。でもそれで多分若い子とか今結構いや、いるよ。ああ、そう。二の腕にしちゃって。だからなんか見てて、がたいし、かっこいい人がやってるから。うん、ああ、そうか、芸の人がおしゃれ。憧れみたいなんじゃない？いや、芸の人は増えてんじゃない？増えてんのかな？あれは、すげえ若かったけどな。だって20代の7割が付き合ったことないんでしょ？ああ、そういう。ああ、なんかデータ見たよ、最近。普通のね、女性と、ね。20代の7割って。うん、由々しき問題ですかね、うん。7割付き合ったことないって結構すごいじゃない、うんうん、で、女性もそういうことなの。女性も結構高いんだっけ5割ぐらい。5割ぐらい。でも5割ぐらいいるんだよね。確かね。だからそっち行ってんの行ってんのかな、うん、あ、でも確かにな、平日の昼間だったからな、まあ。直接的だよね、男同士だったらね、分かり合えるというかね。2人ぐらいで来てたの2人だったもんな、多分。あ、ペアだったらね、怪しいね。怪しいね。いや、ペアだよ、俺も大体ペアだよ、誰かと。まあまあ。億万とかさ。まあ、億万はちょっとかっこしつこじゃった。二の腕にさせないよ。左の。いや、奥間なんかもうリアルすぎる。そうなんだ。奥間だってもうちょっと、もうね、マイケンさんとの付き合いも長いしね。だって体全体見てもうほんと黒い玉金みたいな顔してんの。全部。そうだね、金玉のモノマネすんだもんね。そう、金玉のモノマネすんだ、ね。俺がずっと金玉のモノマネしてって言って、風呂でやってるから、うん、もうドキドキしてしょうがないじゃない。やばい。やらせてやんだよ、それ。吸い寄せられるように。そうだね。集まってきたよ。マラソンをした時の玉金のマネがすげえうまい、ね。街灯みたいに集まってくるよ。シュンシュンシュンってやってくれるんだけど。そういうのがある。で、あとは水風呂に入った時の玉金っていうのが。なんで擬人化されてるんだよ。バカだな。めっちゃ擬人化されてる。俺たちは笑ってるけど、うん、マジでドキドキしてる人たちはいるだろうね。そうだろうね。水風呂に入れさせてあげたい、みたいな。あの子、あの子いいね、つって。それをずっとやる。シャン、シャン、シャン、水風呂。
だから銭湯はそういうこともあるからね、いるからね、そういう方たちも。いるよ、本当に。あるよ、そりゃ。最高の状態ってわけでもないんだよ、でも。そうなの？そうだよ。だからそれを勘違いしてるの、みんな。しがちだね。見れるから、俺らが男と女の風呂に入りたいっていうのは、その、自分のタイプの女性がいっぱいいると思ってるわけ。ああ、まあまあ、そうか。でも、嫌いなタイプもいっぱいいるわけ。そりゃそうだ、ね。嫌いなタイプがいるところに入るのは嫌でしょ。裸だとしても、向こうが。一緒なんですよ。ゲイの方も。嫌いなタイプもいっぱいいるから。興味ないっていうね。興味もないし、むしろ気持ち悪いっていうパターンもきっとあるんですよ。なるほどね。だからそんなに男風呂だって、まあパラダイス。パラダイスじゃない。ないんだね。見てたらわかります。ああそういう人たちを見てるな見てるな座席立ってるから俺は座席というか銭湯行ってるだけでしょ、ね、でももう気になっちゃうんだよ一発でわかるもんね銭湯に行ってる数が違うそうだね、うん、それはそうだね、うん、あれは有名ななんか話でさ、うん、あのゲイの人ばっか入ってるアプリみたいなのがあってへあれ本当なのあります、まあ、地図アプリであります今発信してで今自分がいる場所を、うん、アプリ開いたらそこに何人いるかっていうのが分かるっていうそれがなんか LINE できるっていう LINE、うん、うわすごいね、うん、もう絶対会えるじゃんね、うん、だから話が早い早い、うん、ただ好き嫌いはやっぱりあ、まあまあそうだよね好みがね相性が合わなかったり、ね、ダメだりとかねジャンルで言ってんのかななんだろうね顔いや顔じゃないでも女の人もなかなかなかったけど、最近結婚したって言ってね、女性同士が。ああ、そうね。まあ、同性婚をね、うん。今やっぱり公言して。結構男の人はね、うん、テレビ出たりバンバンと。そうだね。女性の方の、ね、同性愛っていうのはあんまり、うんうん、ね、同性愛的なキャラみたいないないもんね。いないね。出てこないね。あんまり、ああいう明るくないのかな男になっちゃうと女の人はいるけどね。男だもんね。うん。髭が生えてね。あんま面白くないんだろうな。需要がないってことは。笑えないっていうかね。そうっすか。やめてよとかいうのは柔らかいけど、男言葉になると、うん、サービスに向かないのかな。かしこまりましたみたいな。まあそういうのは好きな人が行けばいいね。いるいるよね、そういうね。あるね。女性が男装してるとこ。そういうのも来るのかな、そろそろ、今年は。